ウニのパスタはイタリアン。白身魚はフレンチの手法で。今日のグッドサインは、笑顔あふれるご飯屋さんコルク。大津駅から琵琶湖側へちょっと下がったところに、そのお店はあります。ダイニングスタジオコルク。木のぬくもりを感じるシンプルな店内では、パスタを中心とした創作料理がいただけます。オーナーは地元大津出身の石田シェフ。4年前この地に店を構えました。小学校の卒業の時にはもうコックさんになるって決めてましたね。休みの時に朝ごはんを父親が作ってくれたりとか、そういう姿を見ていて僕も作りたいなっていう気持ちになったのが子供の時から。ホットドッグですかねパンを切ってソーセージを挟んだだけのものですけど、美味しいって言ってくれましたけど料理歴28年の石田シェフ、そのスタートは大津プリンスホテルの厨房でした。イノシシイノシシイノシシって言われてました。一つのものしか見えないので、お前はイノシシだと吹きこぼれてようが気づかないぐらい、だから多分僕コックさん無理だなと思ってたんです。先輩がたくさんいたんで作り方をいっぱい教えていただいて、気づけばたくさんの料理をいっぺんに調理することができるようになって。大阪リッツカールトンではフランス人シェフからフレンチの奥深さを学んだという石田さん、いよいよ独立へと動き出します。自分だったらこういう味付けするのになっていうのを考える年になりまして、じゃあ一回試してみたいなっていう、自分の味付けはお客さんに受けるのか通用するのかっていうのをやってみたかったので、ホテルを辞めて。石田シェフは自分の店を持つときに決めたことがあると言います。それは笑顔あふれる楽しい料理を作ること。冷製パスタが食べたいって言わはったお客さんがいて、真面目に作る方がいいかふざけた方がいい、どっちがいいですかって聞いたら、ふざけた方でっておっしゃったんで、じゃあ冷やし中華にしようパスタで意外じゃないですか、こういうところで冷やし中華が出てきたり、お客さんがびっくりした後に笑ってくれるっていう、こんな店があってもいいんじゃないかっていつも思ってます。僕はお客さんと一緒になんかメニューを作っていくみたいな。食べたい料理を一緒に作る、料理が大好きな石田シェフの笑顔が今日も厨房にあふれます。グッドサインはホームページでもさらにつながります。